リビーニョは、イタリア共和国ロンバルディア州、ソンドリオ県にある、人口約6800人の基礎自治体。ロンバルディアの北端、スイスとの国境に位置するアルプス山中の町である。四方山に囲まれた土地で、町に通じる道路は3本しかない。1年の半分は雪に閉ざされ、かつては往来も困難であった。地理的な条件のために古くから免税の措置が、 取られてきた土地であるが、今日においても、イタリアの付加価地税がかからない、免税地域で、欧州連合でも、関税制度上特殊な地域となっている。当期、下記のリゾート地としても知られる。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ソンドリオ県外リアクズ、ソンドリオ県北東部に位置するコムーネ、ソンドリオ県の最北のコムーネであり、同時に、 ロンバルディア州最北のコムーネである。リビーニョの集落は、サンモリッツの東約 23km、ケントソンドリオの北北東約 45km、クールの南東約 57km、トレントの北西約 92km、州とミラノの北東約 140km に位置する。隣接コムーネ隣接する、コムーネ、およびそれに相当する、行政区画は、以下の通り、 CH は、スイス領。CH グレーンは、グラウビュンデン州所属を示す。長域を流れる主要な川は、アクアグランダ川で、バルディ・リビーニョと呼ばれる谷を形作る。北のスイス領へ流れ下りスペール川と名を変える。アクアグランデ川は、ツェルネッツでインーに合流するドナウガー水系の川で、ある。このためリビーニョは、イタリア領では珍しく、地中海の修正域ではなく、 国会の周水域に属する地域である。スイスとの国境にプントダル、ガルダムが作られており、町域北部には貯水地であるリビーニョ湖が広がっている。リビーニョ周辺の山々は、リビーニョアルプスと呼ばれる。町域の最高峰は、南部のスイス国境にアルピスパラ地震。イタリアの地震リスク階級では、3に分類される。リビーニョの中心集落は、 海抜1816メートルに位置する。リビーニョの元々の集落の一部は1960年代のダム建設に伴って水没している。リビーニョ集落の東、エーラ峠を越えた場所に位置する分離集落のトレパレは標高2069メートルにあり、イタリアで最も標高の高い場所にある集落である。ヨーロッパではスイスグラウビュンデン州の遊夫に次ぎ、 第2位である。トレパレの域内にあたるエイラ峠場にも、家屋の集まる地区が形成されており、トレパッテをヨーロッパで最も高い村とする見方もある。伝統的な家屋リビーニョの地に最初に定住したのは、おそらくは中世の羊飼いたちである。この地域について記した最古の文献には、ラテン語でビニアイビニーラという名で言及されている。この地名は、 ブドウ畑を意味するものではなく、ドイツ語でなだれを意味する言葉から来ている。リビーニョの谷筋は、なだれの危険と常に隣り合わせであった。村に大きな被害をもたらした最後のなだれは1951年の、もので、この時には、十数軒の家が損壊し七人が死亡した。政治的には、リビーニョは、東に位置するボルミオと歴史を共にしている。しかしながらボルミオは、 リビーニョより人口も多く立場も支配的であったため二つの町の関係には緊張があった。リビーニョには古くは16世紀に税制上の優遇が与えられた記録が残されている。現在につながる免税制度は1840年頃にオーストリア帝国によって導入された。歴史的にリビーニョは陶器には往来することも困難になる土地であり、 また何世紀にもわたって貧困な地域であった。この地を治めた諸国は、リビーニョの過酷な環境の中で人々を定住させるために免税という特権を認めたのである。かつてのリビーニョの人々は農業とわずかな商業だけで生計を立てていた。過酷な環境で生きるために密輸も広く行われたが、このことからバルテッリーナの他の地域の人々から偏見が向けられ、 地元の言葉で、ジェントでカンフィン、TCC レイガーを追わせしということわざが作られるほどであった。1970年代まで農村であったリビーニョで、あるが20世紀後半以後の変化は著しく、現在のリビーニョは観光業を主要産業とする豊かな土地である。リビーニョは経済発展の恩恵を受け、住民も増加している。 イタリアでは最も出生率の多い自治体であった。以下の分離集落がある。広域行政組織である山岳部共同体、アルタ・バルテリーナ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。イタリアには標高1500メートル以上の土地に中心地が所在するコムーネが26あるが、約6000人の人口を要するリビーニョはその中で最も人口が多い。 スキー場リビーニョの主要産業は観光業である。冬季、夏季、いずれもリゾート地として賑わう。この他に観光業と関連する形で、建設業や、手工業、農業も発達している。免税地リビーニョでは、イタリアの付加価値税が課されていない。リビーニョは EU 加盟国であるイタリアの領土であるが、EU 関税同盟に含まれず、EU 付加価値税の除外区域となっている。 なお、同様の特別地域には、スイス領内の飛び地であるカンピオネディイタリアがある。1840年頃に、オーストリア帝国によって導入された、免税制度は、イタリア王国、イタリア共和国によっても継承され、1960年頃には、欧州経済共同体によっても確認された。付加価値税は課されていないが、法人税は課されており、タックスヘイブンとはみなされていない。 免税地であることから、物品も安い価格で販売され、観光客のほか、特に安いガソリンなどを求める近隣の人々も訪れる。方言で表示された、町役場。標準イタリア語では、カーザ・デル・コムーネとなる。リビーニョで話される言葉は、ロマンシュ語とロンバルド語の中間にあたる、言語編集で、自治体の出資によって辞書が編纂されている。この方言は、 街路の名前や一部の標識、自治体が発行する公式地図などで用いられている。リビーニョには20ほどのスポーツ団体がある。その多くは教会に支援を受けており、多くの若い体育選手が育成されている。2006年のトリノオリンピックでは、イタリア選手団のうち少なくとも8名が、リビーニョ出身であった。1975年に、ユニバーシアード冬季大会が開催された。 2005年には国際自転車競技連合のマウンテンバイク競技の世界選手権が開かれた。リビーニョ峠リビーニョは3本の道のみによって外界と結ばれている。このうち2本はスイス領につながっており、1つは南にリビーニョ峠を越えてポスキアーボに行ったり、もう1つは北にダムサイトを通って国境を越え、ムントラスケラトンネルによってエンガ銀地方と結ばれている。 イタリア領につながる道は国道301号線で東ニエーラ峠とホスカーニョ峠を越えボルミオに至る。ありがとうございます。